んにちは。こんにちは。こんにちは。今から愛知ライブがあるんですけれども、今ここにピオリ、はい、ピオリだよ。愛知の愛知の有名なケーキ、ひよこのケーキのなんかお人形があるんですね、ここに3つ、はい、あります。で今日は、あ、4つ、いや、そっちがミサティホープが、アシュ、アシュが何ちゃん、シャチノスケちゃん、シャチノスケちゃんが混ざっております。混ざっているんですけど、でも色一緒だから、ね、ほら馴染んでるで、今日はこのキオリンの声を、どんな声なのか選手権をやろうと思います。イエーイ。皆さんの思うピオリンを演じてください。じゃあ、デカピピオリンから、デカピオリンから、ピオリンから。じゃあ言うセリフを、ピオリンです。あ、ピオリンです。ピオリンです。ピオリンです。じゃあ行きますよ。ピオリンです。おいしく食べてね。あ、なんか見つけましたな。見つけました。そっからなんか増えたよね。じゃあ、なんか言うこと言いますか。個性ついた。ピオリン、あやちゃん、はい、せーの。ピオリンだよ。かわいい。食べてね。かわいい。かわいいね。ぽい、ぽい。聞こえてんのかな。確かに。え、わざと口開かせてあげた、ちゃんと。食べてかき。うわぁ、どうな、これ。かきぴよりいいよ。ぴよりだよ。あぁ、そっ、え、そっちが、そっちが。うわぁ、かきで。なじんだぞ。僕、わかって。なんかって言ったの。かわいい。かわいい。いや、私だけ唯一の茶色ぴよりだから。そうね。ちょっとなんかね、仮定して。ピオリンだよ。みんな、今日名古屋来たからよろしくね。ピオリン来たんだ。いいピオリンだったね。渋ピオリン。渋のピオリンが皆さん お好きかどうか、推しピオリンはね、推しピオリン決めてください。バイバイ。バイバイ